カンディルは、ナマズの仲間で、アマゾン川など、南アメリカの熱帯地方に生息する、肉食炭水魚の種の総称である。セトプシスカおよびトリコミュクテルスカがこれに属する。競技のカンディルとして、トリコミュクテルスカのビンデリアセルザ、もしくは、ビンデリア赤に属するナマズの実を指す場合もあるが、トリコミュクテルスカおよびセトプシスカ全体をカンディルと呼ぶのが、一般的である。 日本では、カカンジェロ、ンジル、カンジル、カンジじル,ル、カンビルとも表記される。銀色の10センチメートルほどの小魚だが、生育すると30センチメートルほどに達する個体も、いる。カンじルには、自身よりも、大きな魚のエラなどから細い体を潜り込ませて、体の内側を捕食するものや、直接他の生きた魚や、死魚の体表を食い破り肉を食すものが存在する。 性質は粘毛で、獲物に、集団で襲いかかる。カンディルのヒレには侵入した獲物から離れないように、返し針のようなトゲがあり、無理に引き離そうとすると肉を切り裂いてしまうため、生息地の人々には毒針を持つ淡水イ,イと並び、ピラニア以上に恐れられている。その体系と、修正から女性の膣に侵入した事例が報告されている。種類によっては、 砂の中の微生物を食べて生きる比較的おとなしいものも存在する。19世紀の探検家が報告して以来、次のような風文がある。カンディルは他の魚が排出したアンモニアに反応するため、時には人間も襲うことがあり、肛門や尿道から膀胱などの内臓にまで侵入された際には、石灰による除去手術が必要となる。実際にはカンディルが 男性の尿道に侵入したところが目撃されたことはない。スティーブン・スポットの研究によれば、カンディルはアンモニアなどの化学物質には反応せず、主覚で獲物を探す。カンディルに関する文献を調査したイルムガルト・バウエルは、カンディルの生息域とその地域の人口を考えれば、危険性はないと結論している。1997年には、マナウスでカンディルが、 尿道に侵入した男性患者を処置したという医学論文が一件あるが、その執筆者を訪れたスポットは報告は疑わしいものとしている。アニマルプラネットの番組、怪物業を終え、S1 アマゾンの殺人魚では、番組ホストのジェレミー・ウェイドが実際に尿道に侵入された男性との対面に成功し、病院において内視鏡で取り出され、 ブラジル国立アマゾン研究所にてホルマリン付けで保存された個体標本が登場する。またカンディルを取り出す時に撮影された内視鏡カメラの映像もポルトガル語題名の YouTube 動画として存在する。AB、南米の一食い魚を展示サン社員、国際水族館、朝日新聞、2015年11月27日閲覧。ガジャー、 e.w., on the regidopenetration of the human you disra, by an amazonian catfish cold candle with, a review of the allied habits of other members of the family piggy d-day, the american journal of the jerry 8, 170-188, doi, 10.1016, s0002 から9億6109万912から 9, issun0002、e、から 9610, でクイント ポール、1922、L、アマゾニエブ・レシリーン、レ・ベイズ、セイン・ハビタンツ、SCS、ラサデス、ノーツイ・スタ・タスティックス・ジャスク、EN1920、パリ、ツ百365、ABC、BBC ・アース、ウッド・ザ・カンディル・フィッシュリアリー・イというア・ジェニトルズ、BBC、2016年1月6日閲覧。こんな生き物、絶対に出会いたくない。 超危険生物が手に、ワースト5000。ナショナルジオグラフィック日本版。P2、2015年11月27日閲覧。Experiments on the Feeling Behavior of the He-Matter Fagus Candidule, Bindelia CAF, Plaza.Springer, 2016年1月6日閲覧。Candidule, A Little Fish with Bad Habits, Need Travel Health Professionals Are Lee, A Review. ジャーナル・オブ・トラベル・メディシン2016年1月6日閲覧ありがとうございます